ちゃんと寝てますかちゃんとご飯食べてますか寝る前に自分のことを一つでいいんで褒めてあげてますか受験本番それまでにどんなに準備をして学力レベル上げて臨めたとしても当日体調を崩してしまったりとかメンタル的に気持ちの面でいいコンディションで迎えられなかったら力を発揮することはできないんですよ。だから 今自分が当日特にもう共通テストの方とか中学生だったら私立入試の方とかはもう今月ですよねもうあと数週間ですそれまでに当日あの会場に行って問題用紙を配られて始めと言われたあの瞬間に1枚目をめくった時に自分がいいコンディションでその1枚目をめくるためには何ができるかなってそれはやっぱり体調管理心身ともに その部分をしっかりコントロールすすることが大事ですそれは特別な何か必勝法があるわけではなくてちゃんと寝るちゃんと食べるちゃんと褒めるその自分の今日やったことをちゃんと確認していく小さなことですけどそういう当たり前のことの積み重ねで1枚目をめくった時によしやるぞってね前向きな気持ちでその問題に臨むことができますのであともう数週間しかありませんが。 もし今いっぱいいっぱいになって睡眠時間削ってご飯食べる時間も削ってやってる方がいたらそして自分にダメ出しばっかりをする人がいたら一回やめまししょうもったいないいいなででですすすそれで100近い力を発揮することはほぼ難しいですだから一回ねそっちのスイッチが入っている方はこの動画をきっかけにちょっとねこの俺が自分今言った方のスイッチを入れられるようにしてください。 で、おそらく時間がない方、何人な,な,ないとね。思ってる方はもう焦ってる方も多いと思います。確かに時間はもうあんまりありません。ですから、できることっていうのも限られてきます。多くのことはできないでしょう。ものすごい飛躍的に学力が伸びることもものすごいレアケースです。もうここまで来るとですけど、忘れないでください。できることがゼロになったわけではないです。時間がゼロ分なわけではないんです。 できることははままままままだだだありますすす、ま、伸びます、ま、だ力はつけられますなので今自分ができることは何なんだろうなってあの科目もこの科目もあれもって思ってもうやだ無理って思う時期ですよね私もたくさん思ってました。逃げ出したいやめたいもう諦めたいってでも諦めらんないんですよね。 諦めてしまったら一生後悔するのが分かってますし諦めた後に楽しくない人生が待ってるのも分かってるしだから戦うしかないんですこの動画をクリックした方は99%そう思ってるはずですじゃあなんかクリックしないこんな動画なのでみんなの中で「逃げたい」っていう気持ち「やめたい」っていう気持ち「諦めたい」っていう気持ちもあるでしょういいんですあって人ですからですけどもう反対のね「戦いたい」 頑張りたいって負けたくないって思ってる自分がいることも忘れないでください。両方持っていきましょう。で両方持った状態ででも勝つのは後者です。負けたくない頑張りたいっていう気持ちをその自分を大切にして一日一日,日前に進んでいってください。何度も言いますできることはまだあるからまだ終わりじゃないまだ負けてない。ですか負け試合じゃないからねみんなが戦う受験は負け試合じゃないぞ。 勝ちに行くんだよにに行くために頑張ってんだからだからよく自分が言う言葉ですけどまあ実はこの言葉がまた言いたくてこの動画撮ってたようなもんなんですが気持ち悪いと思うかもしれないですけど私は今これを見てくださっている皆さんがうまくいくことを心から信じてます。なぜかって YouTube でいつも言うけど YouTube でこんだけエンタメがある中で授業動画を受け見,見ようと。 授業を受けようって頑張ろうって思ってクリックした子たちなんですうまくいかないわけがない伸びないわけがないだから信じてるんですうまくいくってまだ頑張れるってで俺がみんなのことを信じる気持ちなんかに負けちゃダメだよ自分を信じる気持ちを自分自身だからこそダメ出しというか自分の嫌なところっていっぱい気づくじゃんかわかるよわかるけどでもそれと同じくらいさっきと同じ ダメ出しをしてしまう部分の自分と頑張ってる。自分っていうのを両方認めてやって。だから自分がうまくいく志望校に受かる。例えば1年生2年生だったら成績が上がる。次のテストでうまくいく。それを信じる。気持ちでは誰にも負けないでください。そこは譲っちゃダメいいかな？もうあと本当に受験生の方はもう間もなく始まります。本番がで全員が全員ね。私は信じてますよ。信じてるけど。 ででも今までです、ね、生徒をたくさん教えてきて100人が100人志望校に受かることはほぼないです、はい、受験なんで合格不合格が出ますうまくいったうまくいかなかったが出ますでも今は決定してない自分は絶対うまくいくわけがないそんなことはないだからうまくいく自分を想像してそのために何ができるかを考えて残りの時間を過ごしてくださいできることはまだあるから 私も、まあ、今中学生向けしかなってないですけど動画撮ったりとか、まあ、こういう喋ることしかできないですけどできることはやっていくんで一緒にお互い頑張っていきましょう心から応援してますでもしっかり寝てね体調管理は大事だよ